はい、皆さん、どうも、エシャンです。今日はですね、皆さんに、マクドナルドに機械限定で新しく入ったバーガーを紹介してレビューしたいと思っています。こちらでーす。このバーガー3つでーす。カルピバーガーと、マイテビビーフオリジナルと、スモーキーバーベキューという3つのバーガーをレビューしてやっていきたいと思います。皆さん最後まで見てください。じゃあ皆さん早速行って買ってきました。マクドナルド。はい、よしよしよし。今日はグレープのファンタグレープにしました。で、次はポテトとスモーキーバーガーとマイテビービーフオリジナルの2つのバーガーを買ってきました。あとケチャップもあります。はい、なんで3つのバーガーと言ったんだけど、なんで2つだけですかって気になるですね。でそのカルピバーガーは皆さん元々から知ってるから、まあ、その新しく入った初めてマクドナルドに入ったものを紹介していきたいと思っています。はい、ですからどうでしょう、ちょっと最初にどういうバーガーってちょっと紹介していきます。新しく入るのはそのカルピーバーガーとマイテビービーフオリジナルとスモーキーバーベキューという3つのバーガーです。で、そのカルピバーガーは、この前私言ったように、何回も日本のマクドナルドで販売したそうです。僕は知らないです。で、そのカルピバーガーは、単品で420円になります。セットだったら720円になります。そのバーガーに使っているのは、日本のビーフです。あとその6月24日から 8月4日までこれを販売して、日本の全国で販売しています。次はマイテビービーフオリジナルというバーガーです。それがカナダからのビーフで作っているみたいです。単品だったら490円でセットだったら790円になります。それは6月24日から8月4日までそれも販売しているみたいです。それに入っているのはチェダーテチーズ、レタス、その後トマトとベーコンというものです。次、スモーキーバーベキューバーガーです。それはイギリスのビーフから作っているみたいです。単品だったら490円で、セットだったら790円になるみたい。それは6月24日から7月14日までになります。そこから新しいまたバーガーが入ってくるみたい。それはベーコンダバという新しいバーガーが入っています。入ってくるみたい。で、その3つのバーガーの中で2つは8月4日までで、一つのバーガー、そのスモーキーバーベキューだけ7月、14日までになります。じゃあ、スモーキーのバーベキューバーガーでは何が入っているかな？そのビーフパティと、スモーキーベーコン、バーベキューソースとケチャップ、レタス、オニオンとチーズチェダー。入っているみたいです。はい、温かいうちに食べたいと思います。早速なんですけど開けてみよう。どっちにしますか？僕はこの2つだけ買ってきたから、マイティビービーフオリジナルとスモーキービーフオリジナル、イギリスとカナダってどっちにしますか？にあ、スモーキーバーベキューにします。スモーキーバーベキューです。はーい、
おお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 、美味しそう美味しそう。こうだろうね。なんか皆さん見えるように開けてみました。中身はこんな感じです。見えるかな。中身はこんな感じです。はい、いただきます。ケチャップの味もあって美味しい美味しい。めまい。ジャパンにマクドナルドはまぐらかやな。たなく、やなかながりマクドナルドやんばら。あなたはさペクチャーでみあるてんがぶ。バーガーストラゲンのまだレビューからね。メーカー、これでメーカーイギリスはギリスギャン、イングランド、ビーフキン、ハラクマスリンタマハダラディネ。君がらはい、せっかくがと立ちやんわけな、たにバーガーピザランナン、はるしやんわけな、やんのりまめきやんね。ああ、ディン、オグランダ、アピランカーウェイ、アイカパニーノ、ハンナ、プルワンギヒラ、アタラハイメーカー、ディンのレビューはカラペナ。あおっ。あった。イギリスのブイフで作ったスモーキーバーベキューバーガーでした。それはこれはこの日7月14日までです。皆さんその前ぜひぜひ食べてみてください。じゃあ次のバーガー、ポテトもありますよ、ポテトもありますよ。ケチャップもありますよ。さあ、ケチャップでーす。ファンタグレープ。氷入れました。大体私氷抜きでいつも飲んでるんだけど、今回氷入れました。はい。次のバーガーに行きます。マイティビーフのオリジナル。カナダからのビーフです。カナダのビーフです。はい、チーズロットマイトも入っているみたい。こんな感じです。こんな感じです。見えるかな。こんな感じです。こんな感じです。はい、よし。はい、いただきます。ガーリックの、ガーリックの味があります。おいしい。はい、メーカーカナダでビーフキリンタマキラキやね。ポヨンナでオナでポトメトゲンモナタッカリ、タッカリヒムダラ、レタスダラ、チーズケアラティーナダラハダラティーネ。ミリアガラガーリック、ガーリックスドゥルヌラバゲーノ。スドゥルヌラな。めちゃシャラってなるこれ。これ通りシャラってなるメイクロだ。あれちょっと辛い。おいしい。おいしい。
ではカナダのビーフから作ったマイティビーフのオリジナルでした。イエーイ、終わった。あとポテトと飲み物あるけど、それはそれも一緒になったらちょっと動画は長くなりますから。はい、僕のチャンネルの初めてのレビューでした。皆さんどうでしたか？なんかコメントとかあったらぜひコメントセクションでお願いします。あとなんだろう、いいねとシェアもしてください。チャンネル登録してない方ぜひチャンネル登録もお願いします。一定パレにレビューが負け、うるすってのマクドナルドで言えないバーガースとね、でかけなかれでかけなかれ、めでかたまにジャパンパレにあげねめばらたまにめまんとなとなってなとねいかジャパンカルノウィクノブがけんでいかからだねてんだめあるてんめねでかたままんかれ。一定たまにわいジャパンにでわけんなんばらぼろってなめのはまだまきなわけ。ඉතින් අපිව subscribe කරන්න නැත්නම් යාළුවෝ ඔයාලා අපි මේ පැත්තේ තියෙන රතු වල බටන් එක click කරලා subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. වෙනදා සයිකෝ දේ මිතේ කරේ. どうもありがとうございます. じゃあ次の動画で会いましょう. バイ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 。バイバーイ。バイバーイ。